ゆうこちゃんも。あら、かわいい。新卒者および中途採用の会社説明会を始めます。司会を務めさせていただきます、スタイリストのヨクと申します。よろしくお願いします。だから自分で表現したい世界観があって、撮影に必要なもろもろそういったリソースを用意できるんだったら、じゃあ今すぐにやってみたらいいじゃんっていうのが、まあ僕の考え方。やってみなきゃ見えないことっていうのはいっぱいある。どれぐらい真剣にやって自分の世界観を作ろうとするか。例えば有名サロンが戦闘力100万のフリーザーなんですよ。皆さん、ドラゴンボールわかります？ワンピース世代でしょ。僕ね、ワンピース読んだことないですドラゴンボールちゃんとわかる人？あ、ちょっと嫌な感じです。フリーザー知ってます？フリーザー強いじゃないですか。このフリーザーさん、すごい上司としては優秀だと思うんですよね。厳しいし、全部敬語で話すし若く才能ある方々の前でちょっと話をさせていただく手前、結構小心者なので緊張もしております。もし何か噛んだりしても温かく見守っていただければ幸いです。で、僕がまあ皆さんいろんな理由があって美容師を目指すことになったと思うんですけれども、作っているので特にそんな決まりとかもないんですけれども、もう好きなものでイメージ私は作ってます、はい、代官山伝え行って洋書読んだりとか、あんまり日本の雑誌は僕は正直見ないです。ヨークさんとかも月1でミーティングさせてもらったりとか、もうプライベートの話とかもできる。じゃあそれをどう美容につないでいくかとか、どう自分の向きにしていくかっていうのを、まあ、見つけることっていうのはすごい大事なので、で優秀な人と一緒に働けるっていうことを、僕は楽しみにしているので、まあお互いどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます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 。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。